はいさーい、本日はカラーマネージメント用のディスプレイの紹介をしていきたいと思います。皆さんも経験あるかと思うんですけれども、自分のパソコンでね、こう写真を編集したり動画を作ったりして、実際にそれを例えば紙とか、どこかのサイトにね出力した時に、なんか自分が編集してた時と色味が違うなっていうね経験があると思うんですよ。まあそれはなんでかっていうと、その出力先のメディアと自分が使っているディスプレイの、まあカラーバランスが合ってないからっていうことがほとんどなんですよね。でそういう時に登場するのが、カラーマネージメント用のディスプレイということになります。ということで本日紹介するのがこちら、アメリカの老舗のディスプレイメーカービューソニックさんのカラーマネージメント用のディスプレイということになります。それでは動画最後まで楽しんでいてください。ということで改めまして、本日紹介するのはこちら、ビューソニックから出ている VP27854K というディスプレイでございます。一時期ね、こちらのメーカーは日本から撤退してたので、まああまり知らないっていう方もいるかもしれないんですけれども、アメリカではもう超有名な、かなりのシェア率を誇るメーカーさんなんですね。まあ、プロカメラマンはもちろんですね、映像系の仕事してる人、それからまあ印刷系の仕事してる人ですよね、とかにも幅広く使われていてですね、この機種のモニターサイズの27インチってのはめちゃくちゃ使いやすいサイズなんですよ。価格も10万円を切るので、この手の同じようなスペックのものと比べるとすごく値段も安いんですよね。まあ、ということでそういった点も含めて、僕がこのディスプレイを使ってていいなと思う長所、皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずその1、今ちょろっと触れたんだけど、ハイエンドスペックなのにめちゃくちゃ安くてコスパが高いんですよね。これはかなり助かります。で、その2、シームレスな可動域でモニター角度の自由度がめちゃくちゃ高いんですよ。縦型で使うっていうこともできるんですよね。で、この縦側で使うっていうのは、やっぱりデザインやってる人とか、それから写真を編集する人にもめちゃくちゃ重宝するんですよ。それから続いてポイント3つ目。写真や印刷に特化した Adobe RGB のカバー率がなんと驚異の 99% です。で、それからデジタルシネマ規格の DCIP3 っていうのがあるんですけれども、そちらもね、96.4% カバーしてるので、通常のディスプレイでは表現しきれないような、まあ、豊かな色合いを体験することができるわけなんですね。で、こちらのパネルもですね、スーパークリア IPS パネルといって、まあ、IPS パネルですので、どの角度から見てもムラがないっていうのも最高なんですよね。ほら、安い液晶とかだと斜めから見たらなんか暗くなったりとかするじゃないですか。ああいうことも全然ないですので、本当にどの角度から見てもね、いい感じです。で、続いてデザイン面なんですけれども、見てくださいこれ。ベゼルが薄いんですよね。今の時代って結構ベゼルレスってのが主流になってきつつあるので、まあこうやってね、ベゼルが薄いっていうのは本当に助かりますね。HDR10 標準対応とのことで、通常のモニターよりもやっぱりはるかに多くの色を表現できるわけなんですよね。特に暗部なんかの色の出方なんかはやっぱり全然普通のモニターとは違うものがあります。このあたりはね、カラーマネージメント用のディスプレイだなって感じがしますよね。サンダーボルト端子に対応してます。1本のケーブルでビデオの出力ですとか USB-C のデータ転送やノート PC の充電までできちゃうんですよね。まあそれ以外にもですね、入力端子こんなにいっぱいあります。もうこんだけあればね、十分でしょ。で、それから8つ目、これがね、実は僕にとってはかなりお気に入りの、多分一番気に入ってるポイントなんですけれども、 Mac に USB-C1 本でつなぐことができちゃうんですよ。で、さっきも言ったんですけれども、サンダーボルト端子対応してるので、モニターから給電をしてくれるんですよ、パソコンの方に。で、なおかつですね、僕これも実験してみたんですけれども、専用の充電器使って給電するのとモニターから給電するの、そんなにね、給電速度が変わらないんですよ。これはね、めちゃくちゃありがたいです。だって端子1本でね、全部できちゃうわけですから。で、それから9つ目のポイントですね、こちらのディスプレイですね、ハードウェアによる色調整っていうのができるんですよ。まあこういうハードウェアによる色調整ができるというのは最高級モニターの特徴ですよね。で、それから最後の10個目のポイントになるんですけれども、環境光センサーとプレゼンスセンサーが内蔵されていて、まあ環境光の変化ですとか、それから、モニターの前にね、人がいるとかいないとかっていうのを検出してくれて、明るさの調整とかをしてくれるんですよね。このあたりはすごいなと思います。サンスタ、はい、ということでいかがでしたでしょうか。今聞いただけでもね、本当にすごいスペックだというのが分かったと思います。こんなすごいものが今10万円切る値段で手に入るわけですから、もう時代だなって感じがしますよね。昔ね、本当20万30万かけて買った低スペックのカラーマネージメントモニター、もう後悔しかないですね。はい、
まあでも今の時代は本当にこういったものが安くで手に入るのですごいなと思います。であとはこのメーカー名を聞いて皆さんあんまり日本では馴染みがないので信頼性とかどうなのかなって思う部分があると思います。このモニターですね、なんと出荷時にですね、一つ一つのモニター個体に対してしっかりとチェックを行ってその個体に対しての品質証明書ってのまで付けてくれるんですよ。ここまでやってくれるメーカーってね、なかなかないので、そういった意味でもね、その保証面とか信頼面っていうのもかなり高いレベルにあると思います。で今回はね、こちらのビューソニックさんにお声掛けいただいてありがたいことにコラボっていう形でやらせていただいております。気になった方は概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひそちらを確認していただければと思います。ということで以上でございます。また、機材の紹介していきたいと思いますのでお楽しみに。 See you!